ごめんなさい。お茶するのにここまでお付き合いいただいて。確かに外に行けるときはそうすることが多いですね。外の空気は気持ちがいいですから。それとプロデューサーさんのお話ちゃんと聞きたくて。お店の中だと他のいろんな声や音も入ってきて騒がしいですから。そんな、どんなことだって話してください。プロデューサーさんと話すのが私にとって最高のリフレッシュですから。場所はあんまり得意じゃないってプロデューサーさんに話したばかりなのに、ステージで聞こえる声援にはずっと浸っていたいなって。そうですね、寝ちゃうかどうかはわからないですけど、目をつぶってもいいですか？大丈夫ですよ、いつも通りで。できたら何かお話ししてほしいです。何でもいいですから。これは好きな方の騒がしさなんです。このまま真っ暗の中プロデューサーさんの声だけ聞いてたいなぁ。